店舗 B の田島です。テナントさんと賃貸物件の交渉をしているときによく言われるのが賃料発生は営業開始日からにしてくださいということです。つまり内装工事やオープン準備期間の賃料はなしにしてくださいということです。通常1ヶ月程度、用途変更の確認申請などが必要な場合にはもう少し時間がかかる場合もあります。 この動画では家主さんの立場から考えた場合にこのオープン準備中の賃料っていうのをどう考えればいいかについて話してみたいと思います、まあ、賃料が発生する時はいつからかといういに対しては、まあ、一番シンプルに考えると鍵を引き渡した時から賃料が発生することが普通です、まあ、そう考えると、まあ、内装工事などのオープン準備期間も テナントさんに鍵を渡していることになるので、賃料が発生するということになります。ところが、いくつかの例外があります。で一つは、ロードサイド店舗の新築の場合です。先ほども言ったように、基本はテナントに鍵を引き渡した時から賃料が発生します。ところが、新築の場合だと、建築しているのはテナントではなくて、家主さん自身です。 ですから、当然この新築の工事中っていうのは賃料が発生しません。そして、このロードサイド店舗の場合、矢野市の新築工事中に、テラントが発注する設備工事や内装工事なんかも並行してテラントの業者が現場に入って工事をします。そして、多くの現場では地主工事とテラント工事が同時に完成するということになります。 ですから、ロードサイド店舗の新築の場合で言うと、まあ、テナントの工事期間はなし、そしてオープン準備期間の賃料もないというのが一般的です。これらのことから、ロードサイドに出店するテナントは、賃料発生日は営業開始日というように考えるようになりました。もう一つのテナントがオープン準備中の賃料なしにしてほしい、 というふうに考えるようになった理由っていうのは、まあ、テナント付けをする不動産業者のテクニックとして、まあ、賃料3ヶ月無料などというフリーレント期間を提示する業者が増えてきたということです。まあ、フリーレントっていうのは賃料がタダということです。まあ、こういうことをテナント付けの時に、まあ、宣伝文句として使う業者が増えてくると、まあ、自動的に オープン準備期間っていうのは賃料が発生しないということになってきます。で、これ、屋主さんの立場から考えると、もちろん賃料は早くもらえる方がいい。ですから、テナントがオープン準備をしているときも賃料が発生する方がいいというのは当然のことです。屋主さんが、まあ、テナントで、まあ、このオープンの準備期間の賃料をタダにしてほしいというような要求をされたときに、 どのように考えればいいか、その判断の基準になってくるのが契約期間です。私は今後10年や20年借りてくれるようなテナントなら、まあ、準備期間の数ヶ月っていうのは、まあ、NS さんは協力してあげようという考え方になっても、まあ、そんなに問題はないんじゃないかなと思います。まあ、逆に2年契約のテナントを見つけるのに3ヶ月フリーレント、 というような広告をしている不動産業者の看板とかを見ると、中仲介手数料だけを稼ごとになっているなと思ってしまいます。工事中の賃料をどうするかということは、貸主と借り主の双方が自由に取り決めすることができます。自由に取り決めれるということは、逆に家主さんの方はきちんとした考え方を持っておくことが必要です。この開業前の準備費用っていうのは、 どんな大企業でも、いやむしろ大企業の方ほど低く抑えようと考えています。家、まあ、主さんの方はこの交渉の中で、まあ、契約期間や業種、中途解約の条件、まあ、それらも合わせて総合的に考える必要があると思います。まあ、今後もこの動画では地主さん、家主さんに役立つ情報を定期的に配信していきたいと思います。良ければチャンネル登録をお願いします。